こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ファミリーマートで発売されたコスメを買ってきました。これね、11月10日ぐらい発売やったかな。ソポっていうシリーズなんですよ。これね、もうすでにね、 YouTuber さん何人も出してるので、全色レビューとかは今回しないんですけど、私もね、ファミマのコスメってどんなんと思って気になったんで買ってきました。でね、岡山で私の家の一番近くのファミリーマートには実は売ってなかったんですよ。あれ、10日発売で今日11日やと思うけどないんやなって思って、2軒目のところに行ったら売ってました。ちょっと用事あって寄り道したところのファミリーマートにはあったんですよ。なんで売ってなかったかっていうと、多分店舗の狭さの問題かな。やっぱりね、商品数、店が狭かったら少なくなると思うんで、私の家に一番近いところは割と狭いんですね、ファミリーマートさん。はい、開封しました。こんな感じ、シンプルなやつですね。で、これね、すごい着眼点やなって思って、今回ね、ラインナップは眉毛のなんだろう、ペンシルと、これがマスカラで、これがアイライナーなんですけど、これね、目元のその3品しかないんですよ。びっくりしたけど、まあ、マスクの時代やからもうリップメイク売れへんのやろうなと思って、最初から作ってないやなと思って、めっちゃ潔いなって思いました。それとね、このパッケージがやっぱりシンプルなんで、最初見つけた時、2軒目行って見つけたんですけど、なんか売っとんかわからんかった。だけど、まあ一応化粧品コーナーね、限られたスペースだから見つけることができたんですが、私が買ったのはアイライナーの04番のやつですね。バイオレットっていう色です。なんかね、これここにね、線が入ってるんですよ。でもね、バイオレットちょっと見えないな。バイオレットなんですけど青に見える、私には。で、もう一個がカラーマスカラの、これはバーガンディ、カラーマスカラ01番のバーガンディっていう色買いました。多分この蓋のここのカラーがそれぞれ表してるんだと思うんですけど、4種類ぐらいカラー展開あって、それぞれなんでその色にしたかっていうと、まあ私全色紹介とかしないから、自分がね本当に使いたいやつだけ買ってきたんですけど、このバーガンディとバイオレットが一番売れてたんですよ。どっちもね、実はその店ではラス1やったんですね。3軒目行ったら普通に売ってたんですけど、人気なんですね。で、私がレジして帰る頃チラッて横見たら、女の子がね、またこれのね、ソポの売ってる棚見てたから、みんな気になってるんやなって思いました。ちょっとじゃあ実際引いていこうかな。はい、じゃあアイメイクは何もしてないんで、そこにいきなりやっていきます。ライナーだけ。はい、こんな感じ。こっちに書くとこんなん。あ、結構赤めのバイオレットって書いてるけど、ここのね、コーンに見えるやつじゃないな。結構紫っぽい。こんな感じ。目尻だけ長めにいきますね。こんな全部引こうか。私アートメイクがアイライン入ってるので、上はね、目尻しかしないんですけど、今日はじゃあ太めに上ずっといきますね。こんな感じ見えるかな。あ、結構いいな、これ、この発色。あ、いいかも、いいかも、いいんですね。はいはい、こっちの目はどうしよう、置いとこうかな。とりあえずこの手で見るよりも馴染んだ感じがしました。はい、でマスカラか。カラーマスカラなんてね、もうマスカラ自体がめんどくさいんで普段やらないけど、今日はねやっていこう。で、さっきクレンジングしたからちょっとベタついてるかもしれないんで、マスカラのカールが落ちやすい人はパウダーをねちょっとつけると、持ちがいいらしいです。だからシャシャシャとパウダーをして、一応ビューラーで上げとこうかな。こっちもやっときますね。
マスカラのバーガンディ。これどうやって見せたら分かりそう。おお、さっきね塗ったこれライナーなんですけど、こんな感じ。すごいな見た目。ちょっとここに塗ってみます。すごいな色が。じゃあちょっと塗っていきますね。下まぶたにもつけます。あ、ちょっとなんかついたけど、皮膚についた。皮膚についてアイライナー塗ったみたいになってますけど、こんな感じ。これこっちは何もしてない。こっちは下。あんまりバイオレットっていうのはわからないか。バイオレットじゃないわ、バーガンディか。箱どこ行った？箱消えた、箱消えた、箱消えた。バーガンディのマスカラ。右目もちょっとやっていきます。あー、はみ出した。まあ今日はアイシャドウせずにカラーを見せたいんでこのまましますけど、アイシャドウでぼかしたらもっとね、あのデカめ効果があるんじゃないかなと思います。はい、両目やりました。まあちょっとはみ出してるかもしれないけど、そこはちょっと勘弁してもらって。こんな感じ、結構いいですね。私なんか結構最近はライナーは黒派やったんですけど、ちょっとね髪の毛明るくブリーチして金髪にしてからは黒だときつすぎるかなと思ってブラウンのも使ってたんですね。これはね赤みがあっていいですね。でも私が選んだバーガンディは結構青み、バーガンディとあとライナーのバイオレットか、青みもあるので、うん、ブルーベース色ベースどっちの人にも使いやすいんちゃうかな。はい、で手についたやつ、これね落ちにくいのかな。こすったら、今こすったらこんな感じで、ウエットティッシュで拭いてみると、ウエットティッシュだと取れますね。うん、お湯落ちになってるんかな。調べてわかったら下書いときますね。お値段なんですけれども、ライナーが900円でマスカラが850円なんですね。うん、コンビニでちょっとお試ししたい時に買えるっていうのがコンセプトらしくて、サイズもねこういうミニサイズ、うん、ちっちゃめサイズなんですけど、ただ850円と900円するんやったら価格は全然ミニじゃないなって思います。うん、小さくするんやったらもうちょい安くしてほしいなっていうのが正直な私の感想ですね。うん、価格ね、まあもちろんこういう入れ物とかはちっちゃくなっても、まあどうせかかるものやから、そんなにね値下げとかね製造の過程でコストを安くできないものやと思うんですけども、ちょっと手に取るっていうんだとどうなんかな。あ、お湯でスルンとオフって書いてますね。カラーマスカラはお湯落ち可能、耐久性フィルムはお湯に浸すと緩んで落としやすくなります。落ちにくく感じる場合は洗顔料、石鹸等をご使用ください。うん、だから洗顔料、石鹸落ちするってことですね。ライナーはどうかな？アイライナーもお湯落ちするタイプだそうです。うん、フィルムタイプっていいですね。あの、滲んだ時汚くないから。ノインっていう会社が出してるメイドインジャパンのやつですね。で、これね、ノインってなんかコスメのショッピングサイトらしくて、そこがプロデュースしてるらしいです。でパッケージのここにこうね、あの QR コードがついてて、ノインで使える金券かな、ポイントみたいなのがついてるそうです。多分ね200円ぐらい使えるらしいですけどね。はい、感触はいいですね。このバイオレットの色味なんか大人って感じ。うん、もうちょっと赤っぽい色もあったんで、赤系が好きな方はそれでもいいかもしれません。ベリー系の赤みがあるんやったらバーガンディがありますね。バイオレットはミステリアスな雰囲気に仕上がる。うん、確かにミステリアス顔がミステリアスちゃうからね、顔次第だと思うんですけど、うん、いいと思います。これね黒の代わりにも全然使えるし。へえ、あ、マスカラ乾いてきましたね。ちょっと束がくっつきます。これねコームとかで溶かした感じがいるやつですね。ほんまちっちゃい、ちっちゃいわ。まあまあでも
マスカラが850円なら安いか。マスカラ1500円ぐらいするんかな。ね、プチプラでもそんぐらいするかな。ライナーが900円っていうのは、まあ1000円ちょいでいいやついっぱいあると思うから、私はそんなにお得感は感じない。マスカラがおすすめかも。うん。カラーマスカラでね、あとオレンジ系とか茶色系、あとグリーン、モスグリーンみたいなのがあったんですね。それはね、変わった雰囲気でいいと思います。はい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 。今日はですね、ファミリーマートで11月10日に新発売になったこのソポっていうコスメのカラーマスカラとリキッドアイライナーを紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の美容情報や岡山の地域情報を発信しています。もしよかったらチャンネル登録、高評価、リクエストもお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。